味噌汁日記。本日の味噌日記はですね、ブレフロのストーリーについて絵を交えてお話ししたいと思います。前回はですね、ブレフロのプロローグ的なざっくりとした物語について絵で分かりやすかったか分かんないですけどお話ししたんですけど、今日はですね、人に焦点を当ててお話ししたいと思います。いや、今回は完全にあの図鑑に載っているストーリーなんですけど、意外と図鑑ってこう一つのストーリー見るのにこう全部のねレア度を見ないとストーリーが全部読めないってので、意外と読んでない方とかいらっしゃると思います。なので今日はその中から一人ピックアップしてご紹介したいと思います。今回お話しするユニットはこちら、じゃん、ブレフロ紙芝居ロック英雄セレナ編です。いやー、このセレナはですね、まあ、アリーナでも使えますし、やっぱ UBB のヒット数アップだったり復活だったりね、エクストラスキルの復活だったり、いろいろ皆さん使う場面は多いと思うので、そんな彼女の、まあ、星2から星2からって言ったらおかしいですけど、まあ、あと星7までのストーリーを解説していきたいと思います。昔々まだグランガイアに人も魔獣も精霊もありとあらゆる生物が暮らしていた時代、サーマン王国という国がありました。サーマン王国、海洋流浪民自治区サバトの族長の家系に生まれ、幼少の頃より伝統の剣技を叩き込まれて育った少女、それがセレナです。そのセレナの才能は他の族長候補の中でも群を抜いており、14歳の頃には当時の族長が族長の証である宝剣レクシーダを授けようとするほど。しかし彼女はまだ若い年齢であったことと経験不足を理由にそれを拒否し続けておりました。しかし18歳の時、セレナは周囲の重圧に負け、保持し続けてきた族長の証である宝剣レクシーダを授かる。拒み続けていた宝剣ですが、セレナとの相性はバッチリ。もともと鋭かった彼女の剣筋は冷たさを感じるほど研ぎ澄まされていきました。彼女と相対した者はその迫力から戦いの前に凍えるような震えを感じたと言われてます。いいよ、はい。そして平和の時代は終わりまして、人と人が争いを始めた時代に入っていきます。サーマン王国内で内乱が起きました。自ら族長を務めるサバトの民を率いて国王軍に協力し多大な戦果を上げていきました。その功績からサーマン王国より旧国の英雄を意味するジル・デ・ラーバの称号を授けられるほど。サバトの民は大いに喜びましたが、本人は事態の理由を考え続けたと言います。こちらの時代からですね、人々の戦いが終わり、神々との戦いが始まります。神々との対戦時、彼女はですね、サバトの民を率いて各地の力なき民衆を救いました。彼女の鍛え抜かれた剣技に呼応するかのように宝剣レクシーラは真の力を発揮し、青白き霊気とともに神々を切り裂いていきました。その姿は民衆に勇気を、神々に恐怖を与えたと言われております。神々と戦い続けた彼女だが、長い戦いの中で仲間は次々と倒れていってしまいます。セレナ自身が最後の一人となった時、自害を試みます。しかし宝剣レクシーダから声が聞こえてきます。それは彼女の自害を抑制するものでした。その声は戦いの中で消えていった仲間たちの声だったのです。仲間の魂を宿した宝剣を手に戦う彼女の姿はそれまで以上に強く美しかったと言われております。そしてそんな中、彼女は率いた民の戦士を失った後、神の進軍の拠点を
目指して戦っていきます。その途中、狂信的な魔法使いに襲撃されます。それがこちらのウルキナです。狂信的な魔法使いウルキナに強襲されますが、セレナの親友であるルキナが犠牲になり、セレナは難を逃れます。この戦いで彼女は神をも超える力を手にしたと言われております。この神をも超える力を手にした直後、謎の騎士が傷ついた彼女の前に現れ、言葉を告げます。そして、それでもあなたを絶対に許さないと睨み、騎士の刃を受けたと言います。その後残された者は抵抗をやめ、新天地を目指していきます。これが、ウシアスの門に導き師者とかの時代の行くわけです。その前に、謎の騎士が現れて、彼女はですね、新天地を目指す時代まで行かず亡くなってしまいました。生きてた時代、ですね、前にお話したこれですね、覚えてますか？はい、じゃん。ここでセレナが生まれました。で、ここで内乱が起きるわけです。こちらで内乱が起きるわけです。で、神々との戦いが始まり、で、神々との戦いの時は、彼女はですね、国からの要請とかをいろいろ拒否して民を救うことを考え戦っていきます。そして、こちらのルシアス様に助けてもらうこの導き師者たちの活躍した時代の前のこの辺で、やられてしまったということでしょうか。多分そういうことだと思います。いや、意外とこれ時代背景的に分かりやすいような気がします。雑ですけど自分で今、おー、なるほどって思いながら喋ってました。はい。でですね、このですね、最後の倒れる時の謎の騎士、私はですね、ストーリー一部完結が他の人よりもね遅かったんですけど、気づきませんでした？この謎の騎士、このセレナを倒した謎の騎士なんですけど、実は他の6英雄たちもこの謎の騎士に倒されております。その謎の騎士がですね、なんと普通のエルガイア編の第1部に登場するわけです。皆さん、お気づきの人もいるんじゃないですか？わかります？ここで物語が、グランガイアの物語とエルガイアの物語がこうガシンとリンクしているわけなんですよ。鳥肌立ちません？私はちょっと鳥肌が立ちました。ずっとストーリークリアする前にセレナ星の名になってたので、謎の騎士って誰だみたいな、どこのストーリーとどこがくっついたらこの騎士がね、わかるんだって、その図鑑同士でリンクして、こっちでは名前載ってないけどこっちの人の図鑑では名前が載ってる、だからここがこうくっつくのかっていうのがよくあるんで、ずっと謎の騎士って誰だろうって思ってたんですけど、まさかエルガイアの普通のクエストとリンクするなんて思っても見なかったので感動しました。今回のやっぱりキーポイントというのはその謎の騎士、そして、セレナが、まあ、私の勝手な個人的解釈で申し訳ないんですけれども、私の考察というか私が知ってる知識の中での解釈といたしましては、ここですね、神々との戦いが終戦間近の時ですね、仲間たちが倒れて、セレナがこう自害しよう、自分はもうやることはない、みんな死んだんだ、私も死のうって思って、こう自分をね、こう殺そうとした時にレクシーダから仲間の声が聞こえて、彼女は復活するんです。冷たいような凍えるような陶器をこうまた燃やし始めて、こう戦っていくわけなんです。これって星7ユニットの復活につながると思いません？彼女がレクシーダを持ってこう倒された時にレクシーダの声を聞いて蘇るみたいな、しかも体力も1で残ってるじゃないですか、その1でもう死ぬって時にそのレクシーダの声を聞いて復活したみたいなストーリーがそのスキルにつながってるのではないかという私の勝手な考察です。すごい早口でオタクっぽく喋ってしまいました興奮気味になると。もうそして、なんといっても星7になったきっかけなんですけど、やっぱり私的にもやっぱり星6から星7に進化するということは、まあ、UBB とかエクストラスキルとか今までとは違う新たな力にこのユニットは目覚めているわけです。で、その目覚めたきっかけがこのストーリーですよ。このウルキナが亡くなった、そして優しき彼女の心は親友が殺され
怒りに燃えるわけです。怒りなのか分かんないですけど、見たことあるような雰囲気ないよお察しください。はい、というわけでそういう感じで、まあ、星7になったきっかけもここのストーリーとね、このストーリーだからこそ彼女は星7になったんだなと思うと、やっぱりすごく楽しいんです脳内がはい、これが、私の勝手な解釈というか考察でした。皆さんはセレナについてどう思いますか？あと星、6位についても皆さんいかが思いですか？どう思ってますか？いろいろ考察とか、こういうこのストーリーの時はこういう理由でこうだったんだみたいなのがありましたら、ぜひコメントでください。私が突撃して長文を返すかもしれませんが、それはキモいと思わず受け止めてくださいそれではまた次回のストーリーでお会いしましょう。じゃあねー。皆さん、このコインがこっちに瞬間移動したらチャンネル登録してください。いきます。あ、見てください皆さん、すごいですよ。テレキネスで、わーすごい、私こんな力が。